はい、まあ、超よくすると細谷秀明でございます。日時はですね、2021年2月の今日は8日でございます。月曜日でございます。はい、昨日ですね、2月の7日、日曜日にですね、青梅市ですね、はい、青梅市のですね、今井地区で、枯れ草火災がありましたが、今日ですね、翌日、火災現場、間近に来ております。はい、はい、もうちょっとですね、夕方なのでだいぶ暗くなってきてしまっているんですが、間近で見ますと、枯れ草このようにですね、真っ黒に燃えております。燃えてないところはですね、こちらから見ますと、ちょっと白っぽくなっているんですけども、火災があったところはこのようにですね、真っ黒に、もうね、灰になっているというか、すすになっているというか、真っ黒になってしまっております。かなりですね、こう見ますと、広い範囲で燃えたんだなというのが分かります。はい、昨日ですね、私が現場に来た時はですね、目立った火の手はですね、上がっていなかったんですが、このようにですね、翌日、現場にね、来てみますと、真っ黒にね、燃えた枯れ草がですね、現場のところに、まだね、残っております。はい、あですね、かなり乾燥していますからね。はい、幸いですね、民家がなかったので、こちらの方はですね、特に、建物の、ね、被害等はなかったんですが、昨日ですね、動画の中に映っていた、納屋というかね、小屋というか、道具置き場みたいなのがね、こちらにあります。はい、道路沿いだったんですね。はい、中からね、出されたものがありますね。火災の原因だったんでしょうか、どうだったんでしょうか、分かりませんが、はい、納屋からですね、焼け出されたものがこちらの方にですね、まだ散乱している状態でございます。はい、ただですね、ちょっと危なかったかもしれないんですが、向こうの方にはですね、枯れ草等がないので特に炎症する、危険性はなかった可能性はあるんですけれども、こちら見ていただくと分かるんですが、高圧電線のですね、鉄塔があります。はい、万が一ですね、こちらの方にも火の手が、ね、上がったらちょっと危なかったのかなというふうに今感じております。はい、はい、こちらの方はですね、火災現場となっております。昨日ですね、2月7日火災現場があったところでございます。向こうにはですね、青梅インターチェンジですね、圏央道の青梅インターチェンジが見えます。はい、はい、現場からは以上でございます。マッチをよくすると細谷秀明でございました。